こんばんは、うらなです。今晩の串カツを食べようと思って新使いに来てます。あ、すいません、頼んじゃっていいですか？すぐお伺いします。すいません。はい、何しましょう？はい、牛カツ2本、牛が2本、レンコン、レンコンが1、はい、チーズ、チーズ、イカ、イカは、はい、で、とりあえずお伺いします。ありがとうございます。なんと串カツですね。で、それは東京店と変わらないんですが、ソースは2度抜けきちね、とキャベツをカバリング入れよということは嬉しいですね。ただいま。はい、そしたらですね、まあ、2回目の乾杯になりますが、今日も一日お疲れ様です。これはね、今タイムセールやってて、でこのハイボールが実は100円なんです。やばくないですか？でサイズも全然普通だし、いやーさすが大阪ですね、めっちゃ安い。なんかね、結構さっきのこの
牛こしとレンコンはそのこの店のランキングで、まあ、順番で頼んだんですけど、うん、間違いなし。
誤解してるのは、やっぱりハイボールもう一杯頼めばよかったですね。少し酔っちゃってエンディング撮ってないので、この感じで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。